12月21日火曜日、シミ校長意識低い系 TV です。ヤッピー。はい、まあ、今日もねヤッピーを忘れずに言えたことが、言えたことでもこの動画は100点です。お疲れ様です。全日本選手権1日目スプリント、終わりまして、ちょっと公式記録がまだ出てないのかな、多分出てない、出てるんでしょうけど、ちょっとリザルト見てないんですけど、見てないんでわかんないんですが、おそらく最終結果22前後だと思われます。まあ、予選も22っていうところで、まあ結果からいくと惨敗で終わってしまいました。はい、比較的ですね、あの、落ち込むことは、落ち込んではおらずですね、明日頑張ろうっていう前向きな気持ちになってます。まあクラシカルの方、クラシカルが得意なので、スプリントで、まあ、12番ぐらいに準決勝には行きたかったなと思ってるんですけど、ちょっと今回のオートニップのコース、最後の平地がちょっと長くて、ダブルポールでだいぶやられてしまって準々決勝敗退でした。いやー、まあ、ツイッターの方でもですね、つぶやいたんですけど、やっぱ試合前って、試合の日は今日朝起きて、まあ、緊張してたんですよね。緊張してたんですけど、まあ、自分なりにはすごいリラックス、まあスタートの頃までリラックスしてスタートできて、予選走りました。でヒートもですね、一時は2番手で滑っていて、これは余裕、予選通過、予選じゃねえ、準決勝いけそうだなみたいな感じだったの走ってて、なんでその時やっぱ楽しかったですし、走ってていい感じだなっていう風に思ってましたが、結局その組で5番でまず落ちてしまって、敗退してから、あー悔しいなー、悔しいなーみたいなのがやっぱ出てきて、なんか多分一番リラックスして望めた、参加選手の中で一番リラックスして望めたと思うんですけど、で一番楽しめたんじゃないかなって自分では思ってるんですけど、やっぱ負けたら悔しいっすね。負けたら本当悔しいなって思います。勝った方が100倍楽しい、うん、勝った方が100倍楽しいっす。なので明日10キロクラシカルマススタート、こちらもですね2つ続けてクラシカルなので、がっつり今日の成績を大きく上回るような結果を残せるように頑張りたいと思います。はい、まあ、スキーはですね非常に滑って、ワックスチームに本当に感謝です、ありがとうございます。なので今日の流れでマシン技対スキーしっかり準備できれば、確実にもう今日よりもいい成績は残せるかなっていうふうには思っています。はい、なので明日も、まあ、リラックスして楽しんで、10キロ走り抜きたいと思います。まあ、1メーター1メーターを大事にね、行きたいと思います。今日優勝したのが、藤の木光東京ビソと、女子は小玉美希ちゃん太平洋建設 SC。 いや、2人はですね勝負強いですね、おめでとうございます本当に。まあ、特に藤の木は大学の後輩ですけど、宮沢博之にスプリントで勝って優勝したってところで、かなりなんていうんですかね、結構インパクトのある結果だし、去年一昨年あいつ多分3連覇ですね、今年で3連覇してるんですけど、その去年一昨年とはまた違ったレベルで優勝していると思いますよ。はい、思うので、価値ある、今日の優勝は本当に価値ある優勝だと思います、彼にとって。なので明日明後日藤の木、この動画見てるらしいんですよ彼は。
彼は見てるらしいんですけど、プレッシャーを感じずにですね、伸び伸びと滑れるように頑張ってください。はい。まあ、みんな応援しますけど、僕は。みんなのこと応援しますけど。やっぱね、みんな、ほんと精神、肉体、すり減るぐらいですね。クロックスカントリーに、競技に対して向き合って、なんだろう、自分のやっぱ人生をかけてやってるんで、みんな、誰か一人とかそういうのは、僕の中ではないんですけど、みんな頑張ってほしいなって思います。まあもちろん、僕も頑張りますけど。なのでみんなで頑張ろう。うん。みんなで頑張ろう。そうしよう。それが言いたい。うん。みんなで頑張ろう。日本クロスカントリー。まあ誰が優勝しても、ほんとおめでとうだから。と思います。はい。まあそんなこんなで、だらだらと喋ってもこの動画、見切る人って多分いないんで、これで終わりたいと思います。じゃあ、また明日、余裕があれば、編集して、投稿します。バイバイ、ヤッピー。戻れないね、離れないね。Oh, my.